日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらスターバックスの新商品フードメニュー6品とふわふわムースのコーヒー牛乳を飲みたいと思います。あと本当はフルーツ牛乳もあったんですが、残念ながら自分が普段行く店舗ではすでにソールドアウトしてしまっていました。行くの遅れたからな、残念ですが仕方ありません。また復活してくれることを祈りつつ他の品物を楽しみたいと思います。それではチャンネル登録よろしくお願いします。はい、まずはお野菜が大事ですから、メキシカンアボカドサラダナップからいただきたいと思います。今回はメキシカンということで辛いのかな、それでは結構いい汁に入ってますね。ではいただきます。続きましてはフルーツオレテー、上の方に乗っているプルプルした薄いオレンジ色のムースが美味しそうですね。ではいただきます。こちらロールパイ、ストロベリー、春らしいピンク色ですね。おっ、パイの上の方にもピンクが光っています。これは甘酸っぱそうですね。それでは続いてはカフェオレロール、結構重量感があるずしっとくる重さです。上の豆が目立ちますね。それじゃいただきます。はい、続きましてはもちっとボール、バニラは前にも食べたことあるんですけど塩キャラメルは別ですね。なので甘くて苦いのかなと思いながら自分たちに運びます。フードのラストはカフェオレケーキ、上の方にコーヒーがかかっているのでちょっとティラミスのような印象も受けますね。ではこの茶色い層を一気に味わいたいと思います。こちらがラストのふわふわムースコーヒー牛乳、スタマネコーヒーは当然ですがミルクは美味しいのかなと思いながら飲んでるな。牛乳でかなりまろやかになっていて飲みやすい。だけどコーヒーの旨味もしっかりあって美味しい。さすがはスターバックスですね。フードもいや美味しいし、フルーツ俺が飲めなかったのが本当に残念です。最初に食べたメキシカンアボカドサラダラップはピリッとしたアボカドメキシカンというだけあってピリッとした辛さが口の中に広がってきて、最後まで飽きることなくあっさりとジャムが出ました。野菜の食感も同然ですが、お豆も入っていてちょっとコリッとした変化があったのも良かったです。その次に食べたフルーツオーレケーキ、こちらはプルプルとしたムースの後からフルーツの甘酸っぱさが口の中にじゅわっと広がってきてさっぱりとした気持ちになることができました。続いてのカフェオレロールはカフェオレ部分が上に集中していたので、最初の一口目は結構カフェオレが強かったんですけど、自分の食べ方が悪かったのもあるのですが、あとは、単なるパンかなって思えてしまったのは残念でした。もうちょっと生地の中にも練り込んでほしかったですね。あ、そうだ、ストロベリーパイ忘れていました。ストロベリーパイは上の方にあっているいちごドライいちごの粉末がクリームの甘酸っぱさがまた違った強い甘酸っぱさを出していて美味しかったです。その次の塩キャラメルとバニラのもっちりボールはキャラメルがかなり甘めで苦いのかなと思ったんですが、そうではなかったですね。甘いキャラメルが口の中に弾力のある食生地とともに広がってきて、かなりいろんな人に受け入れられそうな味でした。フード最後のキャラメル、いやカフェオレロールケーキは結構苦味が強いんですが、ホイップクリームも主張が同じぐらい強くて、なんかカフェオレというよりはホイップの中にちょっとコーヒーが入っているようなそんな気がしました。カフェオレだったら牛乳コーヒーが強くても良かったかなと思いました。そして最後に食べたコーヒー牛乳は飲んだコーヒー牛乳はまろやかな味わいで口の中にほろっと甘さが広がってきて良かったです。さすがはスターバックスです。ミルクもかなり美味しかったです。でコーヒー牛乳が変なのは
もう当然といえば当然と言えるレベルなのですが、フードの中だと自分はこちらのメキシカンサラダラップが味の変化を楽しめますし、野菜で満足感も得られて一番おすすめでした。というわけでフードの代表はメキシカンアルファのラップで4点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。